スタンデーカップ、スタンデーカップ、スタンデーカップ、救命ドミニオンホッケー、チャレンジカップは NHL 北米プロアイズホッケーリーグにおいてプレイオフトーナメントの優勝チームに与えられる賞、トロフィー、カップ、サのことである。トロフィーの構造は最上部にカップ、倍があり、そのカップを何層かの金属製のリング、またはバンドが支えている。 金属製のバンドの層の数は時代によって変遷する。トロフィー全体の高さは 880mm3514 イ,インチ、重さは 14.6kg32 ポンドである2005年現在の数値。トロフィーの上部についた杯は実は2つ存在する。1つは長年の風雪で老朽化した実物で、 1970年からオンタリオ州トロントのホッケーの殿堂に展示されている。もう一つは、1960年代中盤にモントリオールのカジや、カール・ピーターセンが制作した複製品でプレイオフ優勝チームに授与されたり、広告宣伝活動に用いられたりするものである。また、下部のバンドも古いものは順次取り替えられてホッケーの殿堂に保管されている。 もっとも、スタンデーカップとの言葉を寛容的に用いる場合には、があり、以下では、特に混同の恐れがない限り両者を区分していないので、文脈により判断されたい。スタンデーカップは、もともとは、ロンドンの鍛冶屋から12人、当時の貨幣価値で50ドルと10日で購入された装飾用のワンであり、1892年に、 アイスホッケーに魅了された時のカナダ総督、スタンレー卿、フレデリック・アーサー・スタンレー、16トン HR ・オブ・ダービーによって寄贈されたものである。最もっとも、アイスホッケーにより熱心だったのは、スタンレー卿の妻レディ・スタンレーとその息子たちだったと、する説も存在する。元来このカップはカナダにおける、アマチュアのトップチームに授与された賞であり、その受賞チームは、カップを保持する。 チーム及びカップ管理者、トラスティ型チームからの挑戦、試合の申し込みを承諾し対戦することによって決定された。スタンレー協は、このカップに関して、次のようないくつかの仮規則を定めた。こうして、1893年に、カップは、当時カナダ最高のホッケーリーグであった、アマチュアホッケー協会、AHA、アマチュアホッケーアソシエーションの優勝チーム、 モントリオール AAA、モントリオール AAA に対して最初に授与された。もっとも、当のスタンレー教自身は、1893年7月15日に、本国の兄の死亡を起因として、同年9月までのカナダ総督の任期を待たずして、イングランドに帰還した。1894年3月17日、初のスタンレーカップのプレーオフ試合が開催された。 そして同年3月22日には、初めてカップが観客席から目の届く場所に配置して試合が行われた。この年は、AHA 所属の5チームのうち4チームが5勝3敗で、リーグ成績帯で首位に並んだ。この当時同点決勝の制度が存在しなかったことから、AHA の理事、ガバナー、トラスキたちは、どのチームを優勝とするかに頭を悩ませた。 長い競技の後、ケベックチームの選手権試合自体もあって、モントリオールで3チームによるトーナメント戦が行われることとなった。決勝では唯一のアウェイチームであったオタワチームが敗北し、第1回スタンレーカップ決勝戦は3勝1敗の成績でモントリオール AAA が防衛戦に成功することとなった。翌1895年はオンタリオ州キングストンにある クイーンズ大学、クイーン、S ・ユニバーシティが初のカップ挑戦チームとなった。しかし、これについてはいろいろと問題があった。1895年3月8日には、モントリオール・ビクトリアズ、モントリオール・ビクトリアスがリーグタイトルを得て、同時にスタンレーカップを獲得するのであるが、これに対する挑戦試合は、すでにその翌日、3月9日に行われることが予定されており、 前年度優勝チームと大学チームとの間で行われることが決められていた。したがって理事会は前年度優勝者のモントリオール AAA が挑戦試合に勝利を収めればモントリオールビクトリアズがスタンレーカップの優勝チームとなるという判断を下した。そして結果的に挑戦試合では5対1でモントリオール AAA が勝利を収める一方で隣町のライバルチーム モントリオール・ビクトリアズがスタンレーカップ優勝チームとなったのである。翌年にはマニトバホッケーリーグ、マニトバホッケーリーグの優勝チームであるウィニペグ・ビクトリアズ、ウィニペグ・ビクトリアスが挑戦試合初の成功チームとなった。すなわち、1896年2月14日にウィニペグチームは前回覇者のモントリオール相手に2対0の勝利を収め、 AHA 以外のチーム初のスタンレーカップ獲得を果たした。しかしながら、ウィニペグの派遣も長くは続かなかった。モントリオールビクトリアズは、AHA で優勝を決めた後に、ウィニペグに対してカップをかけた最長戦試合の申し込みを行い、1896年12月30日に6対5で雪辱を果たしたのであった。1897年には、 AHA 優勝チームのモントリオールビクトリアズに対し中央カナダホッケー協会かセントラルカナダホッケーアソシエーションの発射オタワキャピタルズ、オッタワキャピトルズの挑戦試合がカップ初の3回戦方式で行われることが予定されていた。しかしこのシリーズは第1試合でビクトリアズが明らかに格の違いを見せつける15対2の勝利を 収めると、第2試合以降は中止となった。1899年にも3回戦方式が行われたが、このシリーズでは、レフリーの判定に疑義が起こって、ウィニペグ・ビクトリアズは、第2試合を没収試合とされ、カップ優勝も取り消されることとなった。こうして、真の意味での3回戦方式が、最後まで貫かれたのは、1900年が初となったのである。 1899年は、同年中に二つの異なるチームが、カップ挑戦チームを退けるといった陳事も見られた。すなわちこの年は、モントリオール・ビクトリアズが、ウィニペグ・ビクトリアズを、また新リーグ覇者のモントリオール・シャムロックス、モントリオール・シャンロックスがクイーンズ大学を、それぞれ挑戦試合で退けカップを防衛したのである。1902年は、カナダアマチュア・ホッケーリーグ、 カナディアンアマチュアホッケーリーグ、この前身は a HA 所属チームが初めて挑戦試合に出場しない年となった。また、1903年の挑戦試合では初の再試合が行われた。同年1月31日のシリーズ第2試合、ウィニペグビクトリーズ対モントリオール AAA 戦の延長戦、開始27分、2対2の同点の時点で新夜中12時となった。 翌2月1日は暗息日、差別であったため、翌々日の2月2日に再試合が行われ、ウィニペグは4対2で勝ち、シリーズ1勝1敗のタイに持ち込んだ。この1ヶ月後、コルにおいて、モントリオール AAA は第3位となり、同率で第1位となった、モントリオールビクトリアズとダーシルバーセブンとの間で、2試合の合計ゴール数をもって、 カップの奇数が決定されることとなった。このシリーズで勝利したシルバーセブンは、その2日後にラットポーテージスルズ、ラットポートジスセルズからの挑戦試合を受けることとなったが、シルバーセブンはこのシリーズも容易に勝利を収めた。1904年1月30日に行われたオタワシルバーセブン対モントリオールビクトリアズのリーグ戦は遅い時間に始まったが、両チームは 深夜0時にゲームを終了することで合意し、この時点でシルバーセブンは4対1でリードしていた。ところがコルはこの試合を中断するのではなく再試合を行うべきであるとの判断を行ったため、シルバーセブンのリーグからの脱退が不可避となった。コルはシルバーセブンのリーグ脱退に伴って、スタンデーカップの保有権はリーグに所属するケベック州のチームにあると考えていたが、 カップ管理者は、これとは異なる判断を行った。他方、シルバーセブンは、しばらくどこのリーグにも属さず活動を行ったが、1905年に、コルの、ライバルリーグである、連邦アマチュアホッケーリーグ、フォル、フェデラルアマチュアホッケーリーグに参加することとなった。この1905年、同村シティナゲッツ、同村シティナゲッツの出場した、カップ挑戦試合は、 史上屈指の伝説的なシリーズとなった。このチームは、ユーコンから連邦の首都オタワまで、遥か4000マイルの長旅を経て、到着後その翌日に試合を行ったのである。結果は、ナゲッツの敗北。また、シリーズ第2戦では、23対2、フランク・マッギーの14ゴールを含む、のカップ史上最多、2005年現在得点差がついた、一方的な結果に終わった。 1906年には、東部カナダアマチュアホッケー協会、エカホ、イースタン、カナダアマチュアホッケーアソシエーションが創立され、同年12月には、スタンデーカップ初となる、プロ選手の出場、結果は、勝利があった。1910年までは、カップ管理者は、スタンデーカップに出場資格がある選手は各リーグの、レギュラーシーズンにおいてプレーした選手のみであるとの、見解を示していたが、 挑戦試合においては通常、チャンピオンチーム、挑戦チームともに、プロ選手をスケットとして雇い入れていた。1908年には、ついに全選手が、プロで構成されたトロントトロリーリーガーズ、トロントトロリーレガーズが、スタンレーカップを獲得した。ここに至って、カナダのアマチュア優勝チームに対するトロフィーとして、アランカップ、アランカップが用いられるようになり、スタンレーカップは、 プロホッケー最高の栄誉を象徴する存在となった。1909年には、モントリオール AAA とモントリオールビクトリアズの両アマチュアチームが、東部カナダアマチュアホッケー協会から離脱した結果、同協会は名前こそ、アマチュアを冠するものの、その実態はすべてプロチームから構成されるリーグとなった。また、翌1九1年には、カナダホッケー協会、 カナディアンホッケーアソシエーション。その前身は、エチャから、モントリオールワンダラーズ、モントリオールワンダラーズ及びオタワセネターズ、オッタワセネターズ。前身は、オタワシルバーセブンがシーズン中盤に、相次いで脱退し、挑戦試合終了後に新設された、ニア、ナショナルホッケーアソシエーションに加盟した。これら2つの競合チームを加えたニアは、間もなく誰もが認めるカナダのトップリーグとなった。 1912年以前は、カップ挑戦試合は、リンクの状態さえ良ければ、いつでも行うことが許されており、一つのチームが1年間の、うち何度もカップ防衛を果たすことも通例であった。しかし、1912年、カップ管理者は、カップ防衛戦は、毎年チャンピオンチームのレギュラーシーズン終了後に、ただ一度のみ行われるものとすると決定した。 1914年には太平洋版ホッケー協会プチャパシフィックコーストホッケーアソシエーション所属のビクトリアアリストクラッツビクトリアリスタクラッツがカップ保持チームのトロントブルーシャツに大使エキシビジョンによる非公式の挑戦を行った。これが起因となってその1年後1915年にニアとプチャの間でリーグ相互の優勝チームがカップをかけて戦うことに ついて、合意に至り、この合意はおよそ1926年までは有効であった。スタンデーカップのシリーズは、カナダ東部と西部で、毎年交代で開催されたが、ニアとプチャとで異なるルールについては、試合ごとに、双方のルールを交代で適用することとされた。初の公式的なカップ決勝は、5連戦シリーズで行われ、三勝零敗で、バンクーバーミリオネアーズ、 バンクーバーミリアンアーズが優勝した。1916年にはポートランド・ローズバズ、ポートランド・ローズバズが、米国のチームとして初めてとなる、スタンレーカップ決勝進出を果たした。また、この翌1917年には、米国のチームとして初めて、シアトル・メトロポリタンズ、シアトル・メトラパリトンスが、カップ戦を主催し、優勝を収めた。さらに、 この1917年にはニアの解体という事件があり NHL がこれにとって変わったのである。1918年はスペイン風邪が世界中でも多いを振るいモントリオールカナディアンズ風邪で死亡したジョーハル選手が所属とシアトルメトロポリタンズの間で行われるはずだったスタンレーカップの開催が史上初めて中止を余儀なくされたこの流感の詳細については 公実する。スタンレーカップ決勝戦の開催形態は、西部カナダホッケーリーグ、WCHL、ウエスタン、カナダホッケーリーグが新設された1922年まで大幅に変更されることがなく、それまでは2つのリーグ優勝チームが、第3のチャンピオンチームへの挑戦権をかけて対戦するというものであった。1924年になって、 西部二つのリーグの優勝チーム、すなわち PCHL 所属のバンクーバー・マルーンズ、バンクーバー・マーンズと WCHL 所属のカルガリー・タイガース、カルグリー・タイガーズのうち一チームのみを東部地区との決勝戦へ送るか、それとも両チームを送るか限りが持ち上がり、両チームの対戦の勝者は決勝戦へ無条件で進出し、他方敗者は モントリオール・マルーンズとの準決勝戦を戦うこととなった。1925年には、プチャとワチャが合併し、新たに、西部ホッケーリーグ、WHL、ウエスタンホッケーリーグが創設されることになったが、このリーグはわずか1年で崩壊し、それ以後は NHL が、スタンレーカップ戦の包括的な運営を行うこととなった。前までの項目では、 チャレンジカップ時代の AHA から現代の NHL までスタンレーカップに挑戦した数々のリーグの栄枯盛衰を表した。1927年の NHL 一本会以前の黎明期における状況を振り返ってみれば似たような故障のリーグがカナダの各地で群雄拡挙し複雑な状況を呈していたことになる。この校ではこれらのリーグを発足年度順に整理しておく。 西歴は、当該リーグが存続した期間を表す。スタンレーカップは1893年以来、1919年、スペイン風邪の流行、2005年、ロックアウトを除いて、毎年授与され続けている。最多獲得チームは、モントリオールカナディアンズで24回、トロントメープルリーフスの13回がこれに次ぐ。米国チームとして最も多く獲得しているのは、 デトロイト・レッド・ウィングスの11回である獲得回数はいずれも2008年現在のデータ。2004年12月にはアルバータ州エドモントンのホッケー不安からなる団体がカップ管理者に対し2005年のストライキで中止されたスタンレーカップを王子のようにチャレンジトロフィとして復活させるように働きかけを行う計画があると発表した。この計画が実現されれば メモリアルカップ21歳以下のジュニアリーグ優勝アランカップ21歳以上のアマチュアリーグ優勝ユニバーシティカップカナダの大学チームやカナダトップのセミプロチーム AHA 及びイクルの優勝チームが集いスタンデーカップを争うこととなったスタンレーカップ優勝経験が最も多いのはチームではモントリオールカナディアンズの十四回選手では モントリオールカナディアンズのアンディリシャール、アンディリッチハードの11回で、これに次ぐのが、同じく、カナディアンズのジャンベリボー、ジーンベラボ、イワンクルノワイエ、イーボンコーノイヤーの10回である。回数はいずれも2005年現在。カップには、獲得チーム選手全員の使命が刻まれる。この点は、過去における例外を除けば、プロスポーツ界における優勝杯としては、異例のことである。 使命を刻み込むスペースがなくなると、カップには新しい区画が加えられ、その代わりに古い区画はホッケーの殿堂へ飾られることになる。スタンレーカップにその名前が刻まれる条件は、レギュラーシーズンのうち少なくとも41ゲームに出場し、所属チームが優勝した時点でもそのチームに在籍するか、プレイオフ決勝戦に優勝チームの一員で出場するかとされるが、 ケースバイケースで NHL の判断で認められる場合もある。例えば1997年6月13日に交通事故に遭い選手生命を失ったデトロイト、レッドイングスのウラジミール・コンスタンチノフは特例が認められ1998年にチームが連覇した後名前が刻まれた。カップへの選手名刻印は常に行われてきたことではなく、元来、 スタンレー協が示した条件では、カップ優勝チームは、自らの費用で、自らの勝利を記念するために、カップに銀のリングを付け加えることができるとされていた。ところが、結局のところ、リングは、ただ一つ、モントリオール AAA が付加したのみに留まった。その後、各優勝チームは、この唯一のリングに対し、スペースが1902年に亡くなるまで名前の刻印を、続けた。 そして、スペースがなくなると1903年のモントリオール AAA から始まって1907年まで、灰そのものの表面にチーム名の刻印が行われたのである。このことは、各チームが第二のリングを付加する出費をいとったものとする見方も、ある。特に、1907年のモントリオールアンダナーズは、杯月の内側にその名を刻んでいる。また、 1908年は優勝チームのワンダラーズは4チームもの挑戦をことごとく知り添けたのにもかかわらずカップにチーム名を刻印しなかったがその原因は謎とされている。1909年にはオタマセネターズがカップに新しいリングを付加した。これによって新しいスペースが生じたにもかかわらず1910年のワンダラーズ そして1911年のセネターズが国印を行わなかった原因もまた不明である。各して新しいリングにはバンクーバーミリオネアーズの名前が刻み込まれることになるが、このチームは当時の公式な選手権試合はワールドシリーズに類似のものであった。正当的なカップ優勝チームといえず、ただ前年度優勝チームの所属したリーグで優勝したに留まるのである。また、 1915年から1918年までの間に刻印したチームについても、当時のリーグチャンピオンシップ条項があったことに起因するもので、公式的な意味でのスタンレーカップ優勝チームとは言えないことに留意する必要がある。その後、1924年にモントリオールカナディアンズが第3のリングをカップに付加するまで、どのチームもが名前を刻印していないことも一つの、 謎とされる。これ以降は、チーム名及び選手名を刻印することが毎年の恒例となり、この伝統は途切れたことがない。1948年にスタンレーカップの形状が改められるまでは、毎年新たなリングがカップに付加された。このため1909年計測時には4 0 0、mm、トルで、あった高さは1940年にはほぼ9 0 0、mm、トル。 約3フィートにまで達していた。1948年の形状変更により、カップは2ピースの葉巻型の形状となり、カップ部分は取り外し可能で色彩が施された。このカップも従前のカップ同様に名前を刻印していないチームについてもその栄誉を象徴するものであった。現代において使用される1ピース型のカップ形状は、1958年に 古い胴体部を5つのリング、1つのリングには13チーム分のスペースがある。からなる新しい胴体部につけ、変えるのに伴って採用された。この新しいリングは、本来は100年間の刻印を満たすように設計されたのだが、1965年のモントリオールカナディアンズの名前が、割当よりも大きな範囲に刻まれてしまった。がって、 このリングには13ではなく12チーム分しか名前がない。その後1991年にカップ最上部のリング1928年から1940年までの優勝チームが刻印されていた。をホッケーの殿堂に展示する胸の決定がされ、それ以上の刻印スペースがなくなったためにカップ最下部に新たなリングが取り付けられた上部への取り付けは いたずらにカップを大きくするため避けられた。2004年には、下から2段目に、新たなリングが取り付けられた。また、カップには1958年以来、小さな改変が行われており、とりわけオリジナルの破損に伴って複製品を代替とするために行われた1963年のカラー部分や1969年のワンの取り外しなどが注目に値する。 2005年には、1941年から1953年までに、優勝を飾ったチーム、そして選手たちの名前の入ったバンドが取り外される。カップへのチーム名、選手名の刻印においては次の例のようなミスが散見される。なお、レプリカを制作することとなった時に、古い刻印ミスはあらかた訂正されたとされる。特に、 X の連続文字で消去された箇所はレプリカでは存在しないとされており、本物との判別材料となる。スタンレーカップの酒きそのものは、話し言葉の中では、スタンレー郷のマグとか、単に銀杯と呼ばれることもあり、獲得チームは、その勝利後に、酒きからシャンパンを飲むのが伝統的な習わしとなっている。また、その他の習わしとして、 決勝戦終了後直ちに勝利チームのキャプテンがこれを受け取り手頭上に高く掲げ上げ、カップは選手から選手へ手渡しされ、スケートリンク上を滑る選手に掲げられるといったことがある。この習わしはスケーティングザカップと呼ばれる。この二つ目の伝統は2001年にコロラドア・バランチが優勝した時に上下キックとレイボークによって少しだけ破られたことがある。 この2001年のファイナル第7戦で、ボークは22年の NHL 生活から引退することを表明しており、彼にとってはこれが初のカップ優勝でもあった。そこでキャプテンであるサキックは NHL コミッショナーのゲイリー・ベットマン、ゲアリー・ベットマンからカップを受け取っても、まず最初にそれを掲げ上げることなく、ボークに行うようにカップを手渡したのである。その他の伝統。 むしろ、迷信に近い。として、今日の NHL の選手たちに留付しているのは、チームが真にカップを獲得するまでは、カップには手を触れることが許されないというものである。この慣習に付け加えて、カンファレンス優勝を果たしたときに、その優勝トロフィー、クラレンス・キャンベルボール及びプリンス・オブ・ウェールズ・トロフィー、クレレンス・キャンベルボール及びプリンス・オブ・ウェールズ・トロフィーに手を触れもせず、 掲げ上げることもしないといった選手もいる。こういった選手たちは、スタンレーカップこそが、唯一無二、真のチャンピオンの証であって、掲げ上げて良いのはこのカップのみであると信じている。また、従来から非公式的には、選手が主的にカップを手元に置くということは行われてきたが、百九十五年からは、優勝チームの各選手は、ホッケーの殿堂からの代理人の随伴のもとで、 1>, 1日ずつ、カップを手元に置くといった伝統が始まった。今日では、スタンレーカップは、プロスポーツの優勝杯としては最もその獲得が、困難なものと褒め添やされることがあるが、これはホッケーが、肉体的に過酷なスポーツであること、また、その獲得までの童貞が長いことによるものと言える。なお、スタンレー今日は、1893年に、 本国のイギリスに帰国しなければならなかったために寄贈したカップが試合会場に並べられるシーンも、また自らの名前を冠したカップを優勝チームに授与することもできなかった。スタンデーカップはプロスポーツの優勝杯としては世界中で最も認知度の高いものの一つであるため多くの場所を旅している。2005年から過去5年間で64万キロメートル、 40万マイルを移動した記録がある。カップは、例えば、次のような場所にも旅をした。スタンデーカップは、多くのひどい目に遭い、ひどい場所に置かれたり、粗雑な取り扱いをされたことがあった。1918から1919 19シーズン、モントリオールカナディアンズとシアトルメトロポリタンズとの間で行われた、プレイオフ戦の最中カナディアンズの複数選手が、 当時世界を襲ったスペイン風邪に感染した。決勝戦は第5戦終了後に中断となった。カナディアンズ選手のジョーホール、ジョエホール、マネージャーケネディ、ビリー・クートゥー、ジャック・マクドナルド、ジャック・マクドナルド、エドワール・ラローンドは入院する羽目になった。試合中止が決定されたわずか4日後、ジョーホールは死亡し、決勝シリーズは2勝2敗1引き分けのまま行われないこととなった。 このシーズンは、後述する2004年から2005年の NHL ロックアウトを除いて、唯一スタンレーカップが、どのチームにも授与されないシーズンとなった。1927年、スタンレーカップ決勝の第4試合で、ボストンブルーインズのディフェンスビリー・クートゥーは、明らかにコーチアートロスの求めに応じて、喧嘩を始めた。クートゥーはレフェリー、ジェリー・ルフェーブラムを殴り、 NHL 史上初の永久追放選手となった。1929年10月8日、この処分は解かれ、クートゥーはマイナーリーグでプレーすることができるようになった。しかし、再び NHL でプレーすることはなかった。2004から2005シーズンの NHL オーナーと NHL 選手会、ルパの老子紛争は2004年9月15日に始まったが結局物別れに終わり、 これが2005年2月16日に予定されていたスタンレーカップ決勝戦の中止をもたらした。この時のファンの声の中には、かつてのようにカナダ最強チームを決定するための挑戦試合方式にすべきであるといったものもあった。また、あるオンタリオ州のグループは、州上級裁判所に対し NHL ロックアウトに関わらず、カップ管理者はカップを誰かに 授与ししなななけれればならないととの裁判所命令を出すように、申請したと言われる。当時のカナダの総督は女性のエイドリアン・クラークソンで彼女はこの目との立たない老子紛争に早い段階から不快感を示しもし NHL がロックアウトでキャンセルされるようなことになるのならスタンレーカップは主位の女性ホッケーリーグのチームに授与すればいいではないかとまで言い切った ただし実際にスタンレーカップ決勝戦の中止が決まると、クラークソンは2005年3月10日になって、女性ホッケーリーグのために新たな賞を制定することを発表。結局このシーズンのスタンレーカップは該当者なしということになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。